チス誰も知らないカリドイカレタコスケです。おっとコントローラーがおっこちゃまブラ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 っと、おっとセクシー、こいつは神ゲーだ。チス誰も、あ、いたわ。ですね、知ってました？次のモンスターハンター、これさ 100% まではいかないんだけど 95% プレイステーション確定。今モンスターハンターライズ、それからモンスターハンターライズの、まあ G 級がいつ出るかなみたいな話をしていると思いますけども、もちろんそれも出ると思うんですが、さらにそんな遠くない未来、次のモンスターハンターシリーズ、まあビレ系モンスターハンターだよね。まあこのポージングに関してはね、反対側から取れっていう意見もあるかもしれないけど、でもこれわからない人はもうダメだね。バックしてくださいね、すぐにね。この角度はいいんですよ。まあさておく、そしてなぜモンスターハンター、まあだからワールドの次回作っていう形を取っちゃっていいかな、私の予想、そこは予想入っちゃうんだけど、確定予想は別なんだ。なんでかっていうとね、まずね、モンスターハンターの次の作品を出すにあたってハードがもう限定されているんですよ。パソコンオンリーっていう飛び技使わない限りは、もうプレイステーションと Xbox、 まあ日本であればプレイステーションだよね。これ4、5同じになるかどうかさすがにわかりませんけども、まあおそらく5を主題として、売り上げ次第では4に、ローカライズって言わない、なんていうの、まあ若干ね、やりやすくした形でプレステ4でもできるようにするのかもしれないけど、まあとりあえずプレイステーション5が基盤になるんじゃないかなっていうことなんです。なぜか任天堂スイッチの発売元である任天堂さんが、もうこれ結構前だ、もうだいぶ経ったね、だいぶ経ちましたけども、任天堂スイッチのまあライフサイクルっていうんですかね、こちらを長期化したいというお話をしているわけでございます。ライフサイクルってのはその現役期間ですね、いわゆる。だから次の次世代ハードが出てない状態、まあ任天堂スイッチは新型というか、まあバージョンアップ型みたいな任天堂スイッチの発売が予定されてますけども、あれはもう、あと、まごうことなき、新しいただのスイッチなので、もう次世代ハードではないわけですね。なので、もう、プレイステーション以外に、出るハードがないのよ。もう一回任天堂スイッチで出せば別ですけども、おそらく、モンスターハンターライズ等々で、言われている、さすがにちょっと容量的にも、厳しいんじゃないかとか、いろんな問題を、こう、加味すると、まあプレイステーション4号、まあちょっともう一個ね、そう、なぜ次がプレイステーションかっていう話があるんだけども、まあとりあえずね、そういうことなんですよ。じゃあどれぐらい任天堂スイッチから次のハードまでスパンがあるのかっていう話なんですけども、そもそもとして任天堂スイッチの前の任天堂ハード Wii U ですね、これが2012年12月8日に発売して、次が任天堂スイッチ2017年3月3日。およそ約5年。5年なんですよ。で、今、2021年なので、4年経ってるわけですね。で、ここから、ライフスタイル、ライフサイクルを長期化するってことは、最低あと1年で同等なわけですよ。前回と、Wii U から任天堂スイッチまでと、同等になるんですね。でも、ってことは、さらにそこから長期化ですから、これどれぐらいにっていうのを具体的な発表見てないけど、2倍とは言ってなかった気がするけども、でも多分、そこそこの長かった気がするんだよね。ちょっとここふんわりしてるけど、1.5 倍としたら、7.5 年、じゃあ8年としましょうか。3年伸ばして。そうすると、任天堂スイッチ2017年の、まあ7年後でも8年後でもいいけど、2024、5年ってことになります。もし来年いっぱいがモンスターハンターライズ G だけで埋められたとしても、その1年後には何らかの情報が出てる。で、さらにもう1年じゃあ何かしらの形での引き伸ばしたとしても2023年なんですよ。で、今までちょっとこれ前の動画を見ていただきたいんですけど、モンスターハンターってコンスタントに作品シリーズが出てますんで、特に昨今ね、モンスターハンターワールド、アイスボーン、ライズの流れってスパンが比較的短めなのね。まあ、ちょっと G 級が出るスパンは伸びてたりとかいろいろあるけど、とりあえず、だいたいまあ、1年
から1年半おきに出てるわけですよ。その状態でモンスターハンターライズ G から2、3年を空けて、しかも、まあ、これは任天堂スイッチに限らずですけども、あのハードって出た当初は、まあ、あの台数、売上台数がそんなに多くないので、モンスターハンターワールドなんかもそうですけども、比較的そのハードが出て少ししてからモンスターハンターってね、出る感じなんですよ。そう考えると、もう明らかに任天堂ハードでは出せないんだよね。だから任天堂スイッチで出せば別よ。でも任天堂スイッチでは出さない気がするの。なぜか。それはモンスターハンターワールドが今後10年の基盤になると言われてたのもありますけども、モンスターハンターワールドから明確なムービーと、そしてストーリーと、エイデンちゃんっていうね、映画にも出ている、モンスターハンターダブルクロスに出てる、であれは4にも出てるのかなっていう、まあ主人公ではないんですけども、主人公を共にする歴史の紡ぎ手が出てきてしまったんですね。これ多分今後あのストーリー化するにあたってまたその作品出てくると思うんですけども、個人的にだからモンスターハンターワールドの次が全く別物になるよりはモンスターハンターワールド2が出そうな気がするんですよね。まあ2っていう名前じゃないかもしれないけども、あの新大陸って結局、まあ、考察とかいっぱい出てるから全てが解明したみたいなイメージあるかもしれないけども、あの新大陸っていうのは古竜あたりっていう、あの古竜がね死を悟った時になぜか新大陸にみんな移動してしまってるけど、その謎を解きに行こうねってことで新大陸に5期団というか、まあ1期団から5期団までみんな渡って調べていたわけですよ。その謎は解けたの、モンスターハンターワールドで。でアイスボーンで、まあさらにそのちょっと深掘りしたところが解けたんですよ。なんで新大陸っていう存在自体は新しい生態であったり諸々がたくさんあるんだけど、そこに関しては研究されてるけどまだそんなに解明されてないんですね。なんで古竜あたりは解明されたけども新大陸に関しては解明されていない。何よりもその新大陸自体がそのモンスターハンターワールドっていうモンスターハンターをもう一回一からリスタートしようってことで作られた舞台なわけだから、これで終わるわけないんですよ。新大陸はやっぱり今後の新モンスターハンターの舞台としてしばらく定着していくと思われるんですね。なんでね、まあ一気にお話ししましたけど、ちょっとワールドわかんない人には何の話だかってことでね、もし機会があったらワールドもやってほしいんですけども、今後は、またここはもう私の予想ですよ。私の予想ですけども、新大陸を基盤にして、モンスターハンターワールドみたいに、ストーリーをきっちりお客さん、視聴者、プレイヤーに見せる形にして、あのモンスターハンターの世界を少しずつ紐解いていくんじゃないかなって思います。そしたら旧大陸はどうなるんだって話があるかもしれませんけども、そこに関してはあの、ね、何がすごいってモンスターハンターワールドってアイスボーンの最後の最後に黒竜ミラボレアスを公式討伐しているんですよ。これってモンスターハンターの歴史上では結構すごいことで、もあのミラボレアスってまあボスキャラだけどどっちかというと裏ボスみたいなポジションだったのね。全部のストーリーをクリアしてそのシリーズのボスキャラ倒した後に謎の依頼主からクエストを受けるわけですよ。まあギルドを通してるかちょっと怪しい感じなんですよ。そういった謎の何な謎のなんだっけ赤い衣の男とかね、そういう古代竜人とか、ね、そういう感じの人たちからクエストを受けるというか、なんかもうそのお前名の知れている貴様をここに呼び出したのは私だみたいな感じで、あの行くと黒竜がいる、ミラボレアスがいるみたいなね、そういう裏ボス的な存在で、あのモンスターハンターワールドアイスボーンの後半でそれが公式討伐されちゃうんですね。公式っていうのはそのゲームの中の世界が、あ、伝説だと思っていたミラボレアスって本当にいたんだ、そしてそいつを倒したんだっていうことが歴史に刻まれたってことなんですよ。何が言いたいかっていうと、こういった形で旧モンスターハンターの歴史っていうのも少しずつ謎を解きつつ、さらに新大陸という新しい謎に挑戦していくモンスターハンター、その基盤となるのがワールドなのではないかなと思われます。プラス先ほどのハードの話によって、ハードの話だと話が変わってくる、ハードの話によってプレイステーション系列、まあ5が基盤だろうな、その頃にはな、さすがにな、そこは頑張っていただきたい、プレス5にはね、になっていると思われます。なんだっけ、誘導体、電導体、半導体、
もう2023年だったかな、2023年ぐらいには半導体の不足もだいぶ緩和されるみたいな話を何かで見ましたんで、そのあたりから爆発的に、もろもろ生産が追いついてくるんじゃないんですかね。まあそれを見越してもっと早く生産追いつくかもしんないけどね。なんでね、これプレイステーション確定はわりかし信憑性高いと思われます。というわけで、誰も知らない狩人イカレッタコスケでした。セクシーなお尻と一緒にご覧くださいましてありがとうございます。それでは、 See you!